おはようございます。速価塾の久保でございます。10月になりまして、一番最初の相場解説になりますね。えー、月末と月初っていうのは、まあ、思わぬ資金が入りやすいことでもあるんですけども、まあ、全く入らずに波風立たない時もあります。えー、ですがね、やっぱりこう、取り組みやすいエントリーの日にちとしては、まずは、 月末月初、それから週の頭と週の最後、金曜日ですね。こういったところを避けて、通常の河水木から攻略しているのがよろしいかと思います。通常の河水木で、なんとかあ、プラスが取れるようになったら、今度は月金に広げていって、 で、最終的にはあ、材料のない月末月初に手を伸ばしていくっていう段階でやっていくと自分のレベルが測りやすいです。えー、回数目が大丈夫な人。回水目でもまだちょっとね、二の足を踏んでる人。回水目は大丈夫なんだけども、月から金の取引になると自信がない人。月から金の取引なら大丈夫だよっていう人。そして、月末月初を避けがちな人と、月末月初でも大丈夫だよっていう人います。その次に、例えば、雇用統計が入るようなね、えー、月の第1金曜日の深夜22 2時半あたりを避ける人っってていう風なな順番になってきますこの手順を踏むことが大事なんですけども今回は月末月初の月初にあたります10月の3日からの取引をちょっと先取りでね10月2日に相場解説していこうと思いますんでよろしくお願いしますまずはあとマンスリー足月足を見ていますけども月足を見るにね この上昇格っていうのはまだ衰えておりませんね。で、上髭も大して出てませんから、まだまだ右肩上がりは続くと思います。もちろん、9月の第3週では、まあ正確には第4週ですけどもね、19日から23日の週では材料が結構入りましたんで、上に伸びる勢いっていうのが若干ね、とどまったところあります。それがこの髭に現れていると思いますけども、ただ、 これだけ大きな、えぇ、要線が出てますから、これからも145円を目指して、持っていったら146円とか、150円を目指して上昇するものと思われます。この垂直に近い上昇格ですからね、これを留めるものは、とりあえず、月足にはないってことです。月足にないってことは、これ、月足の上は年足ってものがありますけどもね、まあ年足はちょっと見てもしょうがないんですけども、まあ2ヶ月足っていうのがあってもまだ、 こういうふうに上昇してるでしょうね。つまりは、軸足が長ければ長いほど上昇の勢いが見て取れるってことになります。これが全体の支配波ってことになりますね。支配の支配はこれですよ。ちょっとね、これで書きますね。あれですけども、支配波になりますね。じゃあ次に、その、えー、貝足、周足を見ていきましょう。周足もご覧のように、右肩上がりの勢いは全然衰えてません。こっからここまで見てくださいね。こういうふうな形で大きな矢印作ってるでしょ。で、最新版の 陽陽線線を見てても、うんまあ、ほぼ迷いなき陽線になきにってますその前が材料の週ですから、上下に大きくヒゲを出して迷いの形をとってますけどもね。まあでも、ずーっと陽線じゃないですか。陰線のかけらもないわけですよ。つまりは、次の支配並み、州の支配並みっていうのが、ご覧のように、ずーっと右肩上がりを示しているよってことです。その前のね、陰線の束もありますけども、これお話したように、下に行くことをね、 ある程度容認しては、この髭足によって拒否しているわけですよ。まあ、つまり、押し目になるための、陰線ですよね。誰かが理覚して、その理覚に乗って新規の売りを立ててきたけども、その勢いは続かずに、結局トレンドの方向に向かっていったってことになります。えこの手の解説ってまだ大丈夫ですかね個人個人でできるようになってくださいね。じゃあ次は、冷足を見ていきます。 日足になるとちょっとした動きが割と手近になってきますよね。私たちのエントリーするのは1時間ですから、やっぱり週足、それから月足に比べて、日足ってのは私たちの現実の1時間のエントリーにちょっと近いものになってきますで。その近いものはちょっと横になってるわけですね。横ばい状態に。横ばい状態の中でも、直近の数日間っていうのは上の方に偏ってるでしょ。だからこれは上に抜ける前兆というふうに考えることができます。ここももう解釈はよろしいですかね。 はいじゃあ4時間見ていきます。4時間だとねちょっとね面白い動きが見えますよ。うん、ここに線引いてますね。144-739っていう線ですけども、まあこの辺りでもいいんですが、結局は折れ曲がったポイント、折れ曲がったポイント、折れ曲がったポイント、そしてそれが連続したこのポイント。ね、えっ、ー、と横1線になってるかと思いますよ。それがこの144-739で、とりあえず引いてみた線です。 つまりは、この線に来ると、あらゆるところで下に跳ね返ってるわけなんですよね。こういうふうにね。で、ここは材料のところで、ヒゲは出たんですけども、見事に、この同じ数字のところまで、急速に戻ってヒゲになってるわけでしょ。で、ここも、なかなか超えられずにいますよ、と。ここもで,ですよ、ここも。で、わかるのがね、最初はここまで、 グーッと落ちていたんですけどもここはちょっと材料ですけどもねだん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 下に行く幅がちっちゃくなってるでしょで収束に向かってるんですがこれはなんとかトライアングルとは違いますけども上に抜ける直前を示しているというふうに見ることができますこの天井を叩けば叩くほどどんどん天井は弱くなるわけですよでそしてついには上の方に抜けるんではないかなとその直前のレンジがここに出てるよってことなんですよねねレンンジオプション取りましたよ、ね、先週ね ということなんで、1時間っていうのは、上の方向性をやっぱり強く持っているというふうに感じることができます。はい。えー、これレンジオプションが決まったところですよ、これは。まあ、ちょっと大きめのレンジオプションで取ると、こんな感じでレンジオプションが引けるんじゃないですか。ですんで、もうね、上に抜けるのはもうすぐじゃないかなということで、10月は上に抜けて145円達成して、146円、150円を目指すような形で上昇トレンドを書くというふうに考えながら、 挑んでいいこうかと思いますはい、じゃあ10月最初の解説は以上でですね、えー、お疲れ様でしたじゃああのー、明日から月曜日の3日なんですけども多分ね明日の朝も同じような解説になると思いますので明日の朝はすみませんけどもオリガルヒの放送はちょっとね割愛させていただいて午後ぐらいからもしくは午前中のね10時とか11時あたりから。 じゃあ実際に今までお話してきたこの5、6分程度のお話がどういう風に変化しているのかってことを追いながら追加放送しようかと思います。速化塾限定放送のご覧の皆様は今日、今、日曜日にお伝えしたこの内容を明日、月曜日の朝に改めて全体配信することになります。じゃあ以上のような形で10月も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。